虹が、浜海水浴場光市は、山口県東南部に位置する市。講師中心部周辺の空中写真。2008年5月3日撮影の13枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。国立社会保障。 人口問題研究所が2018年に発表した日本の地域別将来推計人口年推計において2045年の総人口の予測値は35,636人との推計が出されている。旧市域1939年に4村合併により周南町が発足しており、1943年室住町との合併により、 孔子が発足している。光町は、合併前の4、村が、いずれも大技を設置していなかったため、合併時におののが、大技となった。室住町は、室住村として発足した当初より3大技があった。その後、須大村を編入しに大技を加えたため、旧大技となった。その後、町名設置が実施されたため、室住村が廃止され、現在、 旧市域には八大寺が残る。1957年から1978年にかけて旧光町の一部区域で町名設置が実施された。なお、この時に設置された町は、いずれもその後の住居表示が実施されているため、同名で住居表示を実施した町を除き現存しない。独立元の大技ごとに列挙する。 発足年は突起のない限り1957年。その後、1979年より近年までの間に住居表示が実施されている。以上は1970年あるいは1978年に、町名設置済みだった区域に住居表示を実施したものである。これらは大技、三井の一部及び同所より独立した戸中町、三崎町。 恵比寿町、中央町、西木町、旧元町、西門町の全域からなる。いずれも、室住村あるいは室住浦から発足しており、室住浦がこの時に廃止されている。また、一部は、三井一丁目の一部となった。旧大和町旧自治体名は表記せず、大技のみを継承している。前身である。 山戸村は1943年に4、村合併により発足しており、いずれも大技を設置していなかったため、合併時におのおのが、大技となった。この他に、1957年に、光市立野の一部のみを編入しており、山戸町立野となったが、合併時に、孔子に残った立野との区別のため、岩田立野に改称している。島田川右岸には、 高知西集落の跡も見られることから遅くとも、弥生後期には何らかの社会的生活が営まれていたことが伺える。四北西部は小数王の地名が残り、旧巣王国の数王はもともとこの辺りを指したという説もある。室住湾は古くは、みたらし湾と呼ばれ、古代の海上交通の要衝だったと思われる。その名は、 神宮皇后が、三冠征伐に赴く際にこの湾に船を寄せて手を、洗ったという伝説に由来する。また、ガビアマ山頂にある木根崎社の縁起に、大友貞彦率いる白木聖闘軍が沖合で死刑に、相、太刀を海に投じて風神に乗ったところ、現れたスータの亀に導かれ、みたらし湾に平線を入れて、難を逃れたことから、風神を祀るために社を混流したとある。 江戸時代明治江戸時代、毛利藩は領内に市藩と裁判を配置したが、室住には熊毛裁判が置かれた。この地は北前船の西回り航路の寄港地となっていたこともあって、証拠として大いに栄えた。このため、後に山陽本線の前身である山陽鉄道の鉄道敷設計画では、当初室住村を経由して、 現在の国道188号線に沿ったルートとなる予定であった。しかし、室住村の住民が、奇跡で魚が逃げる、宿場が錆びれるなどとして、強行に反対したため、南高寺の続く、島田駅、岩田駅、田伏駅を経由するルートに変更を余儀なくされた。また、幕末には、室住村の普賢寺に、第二騎兵隊遁所が置かれ、 後に、一四山山頂に移った。戦前期戦前は、島田川の川口部から三井川にかけての海岸を埋め立て、航海軍交渉が置かれた。現在の国道188号線が、正門町から室住にかけて直線になっているのは、海軍交渉の滑走路を兼用する予定であったためと言われている。 終戦前日の昭和20年8月14日に海軍交渉は B29 爆撃機による空襲を受け大打撃を被った。山口県徳山市には日本海軍の第三海軍燃料省が設置されていた。広島県呉市の軍港から出港した連合艦隊はこの徳山で燃料を補給して外洋へ出征していた。 このため、山口県の徳山市、下松市、甲子沖の海域は、連合艦隊の集結地であった。吉村明著、戦艦武蔵には、次のような文章が記載されている。6月18日、第二号艦は、造船所員、偽装員、合計3200名を乗せて午前7時に、呉軍港を出発した。艦は、四国の伊予沖で、 甲試運転を実施、基準速力、最大速力の3段階に分けて、海面を失踪し、午後7時30分、山口県高校に入校した。それから約20日間近く、光光を根拠地に、投げ曜病試験、全力更新試験、操打試験、飛行機射出試験、巡航試験を続け、6月26日には、光光を後にして、暮れへ向かった。 戦後戦後海軍交渉跡地は、しばらく一部が国鉄用地として利用されるほかは未利用地となっていたが、その後やは多製鉄、武田薬品工業などの工場を誘致し、工業地帯に変わった。これにより当地は、瀬戸内工業地域の一角である、周南工業整備特別地域を形成することになった。こうして、 集南地区として一体的に発展を始めると、集南合併の機運が高まり始めた。また、県も甲市のほかに、徳山市、新南陽市、下松市と角郡六野町、熊毛郡熊毛町、大和町、田伏町の四市四町を、集南広域県に指定し、合併機運の功用を待った。こうした背景から、平成の大合併より遥か以前から、 周南都市合併調査研究会が設置されていたが、1997年の周南合併推進協議会発足時に、光市、山都町、田伏町が離脱、また2002年には合併の期日等をめぐり、下松市が離脱し、残る西二町による周南市が誕生する一方で、江市と山都町は一市一町で合併することとなった。そのため、 大和町出身である初代内閣総理大臣、伊藤博文の出身地ということになった。なお、田伏町は、柳井市と光市との合併を模索するも、合併の組み合わせをめぐり協議が物別れに終わり、単独挑戦を継続している。政府議長は、慣例で会派を離脱している。会派は2議員以上で結成できる。 おっぱい都市宣言講師は1995年3月24日におっぱい都市宣言を決議している。講師の公式サイトではこのおっぱい都市宣言についておっぱいでしっかりと子供を抱きしめ、慈しむ、愛情豊かな触れ合いの子育てをお母さん、お父さんだけでなく、地域のみんなで進め、応援していきましょう、という宣言員です。 地域ぐるみの愛情豊かな触れ合いの子育ての推進を表現しています。としている。この宣言の発端は、1976年、粉ミルク育児前世紀において、母乳育児を重要視する動きが出る中で、旧光氏が母子保健活動の重点目標として、母乳栄養の重要性を掲げたことにあり、その後は母乳育児推奨から、 胸でしっかりと子供を抱きしめ慈しむ、触れ合いの子育てに意味が変化し、子育て支援に関わる団体や市民グループの陳情を受けて1995年に市議会でおっぱい都市宣言が決議された。大和町との新設合併による新市政施行後の2005年6月30日に改めて決議されている。2021年2月下旬頃より、 公師が、おっぱい都市宣言を行っていることが SN、SNS で拡散され、話題となり、賛否両論を呼んだ。店舗面積1万平方メートル以上の大規模、小売店舗を以下に記す。公益2014年3月31日限りで、福岡、豊富、周南ライナーの運行区間が短縮され、公師内に乗り入れなくなったため、公師内を発着。 経由する高速バスは現在ない。市外局番は旧光石が 0833, 旧大和町が0820となっている。郵便番号は以下の通りとなっている。ありがとうございます。